返した。いやー、やっぱスティールもホーキンスはいいですね。いいですね、いいと思ってません。さあ、となるとあとはこの人、ファウルを回って決めた。いや、このボディバランス、これで変わるかもしれませんね。変わってほしいですね、これね、ファウルをもらったし、あのね、横に飛んで渡辺拓磨選手のファウルを誘ってるんですよ。なるほど、それでも決めちゃったっていう。うまいですね、これはね。高校を卒業してルーキーで OFG に入って新人王、昨年はベスト5、順調に伸びてるんですよ。伸びてますね、まだ21歳ですからね。そうなんです。46対40、ナイスパスだ。カーブをもらってこちらもバスケットワンでもバスロー。ここはマイケルがうまかった。ちょっと悩みますね、ここね。リードしている段階でスリーポイントプレーです。太田をルーキー入れましたけれども、はい、ピリオドでは太田を果たして使うのか。ここは大口が入りました。川村が向こう側待っています。スリーポイントの外側、さあ川村に渡った、打ってきた、速い、スリーポイント。小笠原さんが言った通りですね、変わりましたね、さっきの瞬間ね、持ってからも速いですね。さあ、これは川村、ナイスボールだ。自分で行くか、またスリー、フリーで打ってきたぞ、決まった。これですね、これが川村だ。これですね、流れを変えるプレー。流れを変える、やっぱりさっきのカウントもらったスローで、あれからちょっと取りましたね、川村ね。さあ、今日最大のリードを取りました OSG。 やっぱり、お、逆に岡田が打ち返す。岡田打ち返した。さすがルーキー、いいな、これかなり負けすぎないのかもしれません。負けすぎですね、岡田はね。青山学院大学から入りました。そしてインサイド SG、 あー、決まらない。リバウンド取りました。3人がかりで止めに行きました。さあ、早いポイント、岡田もう一本来るか、来たルーキー。お題としてきたでしょ、同点です。そうですね、同点51対51。これは岡田の意地ですね、今ね。さあ、となると川村を見せてくるか。これは来ない、リバウンド。いや、岡田というのは大変な選手かもしれませんね。空いてません、また空いてますよ。さあ、岡田、こっち側、渡辺が来るか。オバノフクシュート、これ逆転、トヨタ逆転、53対51。 OSG フェニックス、ようやく来ました、この河村のプレー。瀬本さん、いいですね、このシュートでしたね。ここから変わりましたね、本当ね。そしてここから持ってからが早い。そしてここも自分でもうここで立ち止まってのスリー、入り出したら止まりません。入り出したら止まらない、これが河村拓哉のプレーです。しかし、まあ、ゴールデンエイジと言われて今年のユニバーシアードではベスト4にも入りました。やっぱり個々の能力はそれぞれ高いですね。あ、活躍してましたね、東芝の、ね、菊池と石崎もそうですよね、はい。そして、まあ、ジョージ・コースケも、ジョージ・コースケ、はい、そうですし、非常に質が高いですね、今年のルーキーはね。あ、ここでスクリーンを使って流れた、流れました、ちょっと右に流れました。さあ、ここはチャンスです。トヨタ来ますよ、逆に打ってくる岡田、ね、3本連続。あのね、ゾーンに入っちゃってるんで、入ってます。大学でもよく見るんですけど、ちょっと足をひねったか、はい、足ひねった、あー、猫しちゃいましたか、足ひねった、左足をひねった。ベンチ前、大怪我でなければいいんですが、もっと見たいですね、彼のプレー。3本連続決めてきた。あー、小中出てきましたね、これね。あー、小中、これもルーキー、相棒ですね。青山学院大学のポイントガード、この人もスリーポイント。まあ、そしてゲームメイクとかなり得点能力もあるポイントガードです。180センチ、高校の時は平均50点ぐらい取ってましたからね。あ、そうですか。県の大会ですよ。わー、高かった。決めてきました、リードを広げます。ここは OSG 踏ん張りどころ。流れを変えたルーキー岡田のスリーポイント3連発、ご覧いただきましょう。まず1本目、塚本さん、綺麗ですね、本当綺麗。この距離からラインギリギリではありませんからね、彼が打ってくるのは。そしてこれが3本目、この後ちょっと足をくじいたんですが、見てるとテーピングをした中で大丈夫そうですね。大丈夫みたいですね。まず2本返しました、13点差です。正中、本郷がつきます、キャプテン佐久本、今日はポイントになっています。ナイスパスだ、うわー、よく引き込んでバックチャックのダンクですね、やっぱベテラン佐久本がいいやつ出してますね。出してますね、いいパス出してますね、出しますね。さあ、そうなると川村右に流れた、いや、決めてきた。これで来るじゃないですか、トップで12点は分かんないですから、はい、得意の45度で川村が決めてきました。あとはね、リバウンド安定して取れるかですね。アキャンベルフリーだ、このリバウンド取れるか、よっしゃ、川
村も相当今日は動いてます。さあホーキンス、河村また出せるか、ナイスパス。さあ本郷、この人もスリーがある、来た、OSG のテンポになってきました。一気に一桁点差9点。これはロイブルコーチたまるタイムアウト、これがあるんですよ、これがあるんですよ。 OSJ はもう今オフィシャルテーブルに岡田選手が待ってますよ。またあ、そうですか。足は大丈夫なようです。ボールが回っている。オバロンからキャンベル、ただレースがいいですよ、動いてますからね。2、3のここはゾーンです。さあこれ来るか、つけなかった、どうか、決めてきた。オバロンチームを救うのはやっぱりこの方ですね、今のはね。お、岡田戻りましたね、戻りましたね。いや、OSG とするとこの人不気味でしょうね。いやー、本当、あのね、離せないでしょ、ノーマークの人と打たれますからね、かなり角度いいですよね。まあ、織茂がいなくなったら、今度は岡田かという、岡田かっていうぐらいですね、これ、素晴らしいの脅威ですね、ルーキーですからね。さあ、岡田、背番号10番が岡田です、そして渡辺拓磨、ナイスパスだ。さあ来るか、岡田、この距離から来ました。手がつけられない、いや気持ちがいい、すごい、久々に気持ちがいいルーキー見ましたね、これね。いや躊躇なしですね、躊躇ない、遠慮なしです、この時間帯自分の守ってますよね。こっから打つのか、河村、これが同期の下克上ですね、これすごい、まあ、やり返す、河村の、河村にこう気をつけるね、こうシュート現れましたね、長い選手で絶対負けないっていうね、しかし12点差、残り4分です。しかしまだ4分あるというのがバスケット、やっぱりエスティがいない分インサイドが甘いですね、ちょっとね、リバウンド、川村も落ち続けます。さあなんかここから打ってきた、オバロー、これは流れですね、流れ、はい、渡辺拓磨、まあ、この辺は素晴らしい、さすがです、さすがというシューター、自分を殺して、まあ、チームのためにプレーをしている渡辺拓磨。さあ太田、ピンボールから、いいですね、いいですね、英語来てますね、太田選手ね、リバウンド、トヨタがしっかり3人戻っています。河村が手を挙げています。河村がこちら側、浅山、ようやく来ましたね、最後に来ましたね、浅山、まあ、ゲームの勝敗まだ分かりませんが、明日につながるゲームという OSG は、大口ルーキー湘南マッチアップ、チェンが出ました。いやこう1対1やってもらいたいですね、太田選手ね、回していく、チェン打ってきた、決めてきました、シューザーザル、本当に今日はちょっとエンジンかかるのが遅かった、遅かったですね、もう時間がありません。80対71、ここで試合が終わりました。トヨタ自動車アルバルク、終盤の逆転で開幕3連勝、ルーキー岡田雄介選手に来ていただきました、おめでとうございます。ありがとうございます。今日は1年目の JBL、 どういうシーズンにしたいでしょうか。とにかくトヨタは、もう2連覇しているチームなんで、そのチームに、1位になれたことがとても嬉しいんで、少しでも力になれるようにルーキーらしく精一杯やっていきたいと思ってます。ですが今日はスリーポイントを5点、あ失礼しました、スリーポイントを5本、15点の大活躍です。 ありがとうございます。ご自身のプレー振り返っていかがでしょう。競った中で、勝負どころで決めれたんで、まあ、自分でも満足しています。今シーズンの個人目標はありますか。まあ、とにかく試合に出ることが目標なんで、少しでもプレータイム伸ばして、出された時に自分の仕事をできるようにしたいと思ってます。明日も頑張ってください。ありがとうございました。という岡田雄介選手のヒーローインタビュー、この人はちょっと覚えておいた方がいいですよ。いやちょっと惚れますね今ね。いいコメントですよね。